ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。実力ある両チームによる好カード、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。試合開始です。左へ預けます。ニッタ、よし、ドリブルでボールを運ぶ。あっと、カットだ。ナイスプレーだぞ翼くん。このシュートはネオドライブシュートのネオタイガーショット。これが2人の力だ。ここは身を挺して止めに行く。これをブロックに行く。体で防いだ。パスを出します。ヒューガ君、ここはパスを出した。ニッタ君、俊足を駆使した。これは経験ディフェンスだ。アベッチ、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。得意のヒールリフトで抜いた。横にかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。ここからシュートに乗っていく。ドライブシュートだ。高さでボールを受け止める。若林君、これをがっちり押さえた。ここで奪った。天才的なドリブルだ。次々にかわしていく。横をすり抜けた。パントキック、どこまで運べるか。このキックをトラップに翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ヒューガくん、次ナイスプレーだ。敵陣へ攻め込みます。これが俺のネオタイガーショットだ。なんと相手のシュートに合わせさらにシュート。決死のオーバーヘッドでこれをブロック。あとブロックを粉砕。これは見事にキャッチ。いい形でボールを奪った。得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。まずい。これは何だ。すさまじい角度のシュート。テクニカルなシュート。若林くん、横に飛んだ。これも取った。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。ボールダッシュ成功。ニッタ、前半もすでに15分が経過した。ここからさらに白熱した展開が期待されます。ボールを奪った。高速で抜き去った。これは天才的なドリブルだ。ここから一気に攻め込みたいところ。天地の神だ。このボールに対して反応。キーパー止められる。みんなのおかげだ。またシュートでゴールをゲット。まだ勝負はこれからだ。ここは勝負を避けた。やっ、上から抜いた。ここはパスを出した。
飛びのヒガリットで抜いた。まずい。ハーリットだ。まずい。若林くん、これはキャッチできない。ゴール前に上げた。クロスに上がっていく。なめるな。ボールと松子勝負。取った。まさに鉄壁の守り。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。ここはパスを出した。絶妙な連携プレーを見せつけるか。短いパスの連携、敵陣へ攻め込みます。得意のヒールリフトで抜いた。これはクライス回転をかけてきた。渡辺くん横に飛んだ。これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。見たか。ドリブルでボールを運ぶ。あっと奪い返った。天才的なドリブルだ。そこで得点を。まずい。素早く横にかわす。ここからチャンスを作るか。このタックルは不発に終わります。後方素早く手が火を吹いた。若林くん、このシュートに反応している。センタリングを上げた。シュートを足に当てコースを変えた。止めた。まさに死守。若林源三。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。これは必殺のロングパスだ。ナイストラップ。チャージが決まった。ボールダッシュ成功。パス、これは通るか。ロングパスだ。なんとアクロバットな動きでヘッドシュートに行った。よっしゃ。体ごとボールにぶつかっていく。身を挺してシュート。前半は両チーム、いよいよ後半戦開始です。素早くつなぎます。おアイラン君、どうだ君、激しいタックル。こいつだ。あっという間に抜き取った。クライスプリーだぞ。使っていった。翼、翼君、得意のヒールリフトで抜いた。ボール、いかんたい。翼君、これは長い式のドリブルだ。自動君、激しいタックル。何？イズミ君、スライディングでカット。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ここはパスに切り替えた。さあ、ここを見ろ。翼君、力をためて強烈パスシュート。聖剣突きでボールを止めた。パントキックで大きく蹴り出した。石崎君、ここで止めた。あっという間に抜き取った。これはどうにか。ナイスプレータイム。新田君、ゴール前に持ち込んだ。ここからシュートに持っていく。雄たけびを上げボールに立ち塞がった。シュートの勢いも体で止めました。よくもヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。まずいぞ。ヒールリフトで抜いた。くらえ。まずいよ。なんというテクニックだ。アークブリッジシュート。このようなシュートが放たれた。これはキーパー動けない。このゴールで勝つのは俺たちだ。よし、くらえ。アークブリッジシュート。大丈夫、焦らず落ち着いていこう。美咲くん、このボールをコントロール。もらったよ。素早く横にかわす。繊細なタッチでかわした。まずい。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。美咲くん、ここからシュートに持っていく。翼くん、ドライブシュートが今飛び立った。これは聖剣ディフェンスか。パントキック、どこまで運べるか。ロングパスを見せます。チャージが決まった。これはドライブシュートか。ドライブシュートだ。さらに凄まじいシュートだ。間に合ってくれ。松島君の懸命のセービング。止めた、止めたぞ。後半15分が経過しました。
ここからラストスパートをかけてくるか。翼くん、このパス、ナイスプレー。パスを出します。石木くん、激しいタックル。翼くん、石木くん、瞬足を駆使した突破だ。さあ、ここからシュートだ。ボールに力を込め、あらわしが飛び出した。おたけびを上げ、ボールに立ち伏せた。体を張ってボールを止めた。ネオタイガーショット。鋭く反応、楽しみに決まった。このゴール俺は絶対に負けん。うわ、浦部さん、ネオタイガーショット。ここだ。よし、だがまだ勝負はこれからだ。ダイレクトでパス、パスカル君、ワンタッチで送る。得意のヒールリフトで抜いた。これがやった。七色のペルト、得意のヒールリフト。必殺ドライブシュートだ。見えた。ボールに飛びつく。ナイスセービングだ。若林君、パントキック、どこまで運べるか。このパスを取られて、あっと奪い返した。パス、これは通した。ってくれ。なんとアクロバットな動きでオーバーハンドシュートに行った。リスペクト満場だ。ここはデッサに顔面ブロック。あとブロックを粉砕。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。ここから流れたよ。パスを狙う。これは何だ。すさまじいアクブリッジシュート。テクニカルなシュートだ。リゾー君、おたけびを上げボールに立ち伏せた。体で防いだ。翼くん、いや翼くん、ボールは友達。私のくん、浦部くん、このスライディングが決まった。かわして振り切った。オーバーヘッドリフト。ナイスプレー。抜いた。葵くん、センターラインを越えてタックル。ナイスプレーだ。ここから一気にスライディングしたいところ。さあさあ、開幕の時間だよ。なんというテクニック。そして追ってくるボールのこのままシュートに行った。これが若林源三だ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。浦部くん、ここで止めた。息の合ったレッグプレーが見れるのか。短いパスの連携、得意のヒールリフトで抜いた。まずいぞ。ここからセンタリング、センタリングに合わせる。見切った。これはトリッキーなシュートだ。ボールはまだ生きている。さあボールを抑えた。見切った。鋭いドリブルで来てる。体ごとぶつかっていった。パス、これはどうか。おっと、側転、バク転、バク中からのそれ、ミラクルオーバーヘッドだ。感情だ。リスペクト。あっ、ここで顔面ブロックだ。さあボールを抑えた。パス、これはリスペクト。パスだ。ボールを奪った。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ここは抜かせません。これで両者譲らず、この一戦は引き分けに終わりました。